それでは、ケンスリーバンドの皆様、よろしくお願いいたします。Thank you.
あれはたくさんのようにを演奏させていただきました。私たち、ちょっとケツ番号のご紹介を少しさせていただきます。私たちケツ番号はですね、ブリヂストン吹奏楽団クルメという吹奏楽団が、ありますけど、そこの OB を主体として、形成されたバンドで、ございます。年間ですね、今までは20件ほどのイベントとかで、地域のお祭りごととかでイベントを出演させていただいてたんですけど、まあ、ここ数年ですね、コロナの影響とかで、ちょっとイベントごととかは、なくなりました。で、この日本建国を祝いする市民の集いのイベントも、2020年今回3年ぶりの開催になりますかね。それまでは私たちもこのステージに立つことができない状態で、今回改めてここに立つことができて本当に嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いします。またなんかイベントとかでですね、私たちの演奏を聞く機会がありましたら、どうぞこういったところにも足を運んでいただければいいと思いますので、よろしくお願いします。そしたらですね、3曲目、演奏する曲でございますが、ビートルズのイエスタデイを演奏したいと思います。あと続けて、そのまま、ユーミンコレクションを2曲続けて演奏したいと思います。どうぞよろしくお願いします。Thank you.
郵便コレクションですね、2曲続けてお送りさせていただきました。続いて、演奏する曲なんですけど、東日本大震災が過去ありまして、まあ、その際にですね、作られた花は咲くという曲を演奏します。でも花は咲くですけど、皆様のお手元に歌詞が配布されていると思います。私たちの演奏と合わせてですね、皆様方にも一緒に歌っていただければと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いしておきます。ある程度お客さんであとがあって準備が整ったかなと思われたら、演奏の方を始めますので、あ、これ一緒にページが返してあるから、はい、そうですかね、大丈夫ですかね。じゃあ、今から演奏します。花は咲くです。Thank you.
短い時間でございましたけど、いよいよですね、私ね、この曲、次の曲を持って、最後の曲とさせていただきます。最後にお送りする曲は、ベートーベンポップスシンフォニーですね。こちらを演奏して、本日の締めとさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございました。アンコールということで、ありがとうございました。アンコールでお伝えする曲はですね、雪の中にもありがとう、こちらを演奏したところで本日の演奏の締め立たせていただきたいと思います。どうも本日はどうもありがとうございました。誠にありがとうございました。皆さん、もう一度、お願いします。